ボロディミル・オレクサンドロビチ・ゼレンスキーは、ウクライナのコメディアン、俳優、政治家。ロシア語読みは、ブラジーミル・アレクサンドロビチ・ゼレンスキー。名は、ボロディミルやウラジーミルなどとも書かれる。2015年にテレビドラマ、国民のしもべで平凡な高校教師から大統領となり、政治の腐敗と戦った人物を演じ、人気を博した。 2019年ウクライナ大統領選挙には、無所属候補で出馬、作品と同じ名前を冠した、政党、国民の僕の支援を受け、圧倒的な得票率で大統領に当選した。1978年1月25日、ソビエト連邦構成国の一つである、ウクライナソビエト社会主義共和国のクルイ・ビー・リーフ氏に、ユダヤ系ウクライナ人として生まれた。 父オレクサンドル・ゼレンスキーは、ドネツクソビエト貿易研究所のクルイビー・イリーフ校に勤務する研究者で、母はエンジニアであった。後に、同校は、キエフ国立経済大学の管轄に移動され、2011年にクルイビー・イリーフ私立大学、付属経済学研究所として、独立機関となった。父の仕事の都合で幼少期はモンゴル。 人民共和国のエルデネットに住んでいた時期もあるという。家系的には前述の通りユダヤ系となる。ウクライナの公用語である、ウクライナ語とロシア語の2カ国語を話せるが、ウクライナ語は苦手で、俳優業やメディアではこれまでロシア語を使用してきた。ウクライナ語も流暢である。1991年、ソビエト連邦の崩壊に伴い新生ウクライナが成立すると、 クルイビー・イリーフ氏はドニプロペトローグシク州の自治体となった。子供時代からゼレンスキーは和芸の才能を示し、旧ソ連時代からの伝統を持つロシアのバラエティ番組 KVN にウクライナ代表のアマチュア芸人として出演している。学業面ではキエフ国立経済大学のクルイビー・イリーフ校で法学を専攻しているが、大学卒業後も放送ではなく、 コメディアンへの道を選んだ。1997年、番組内で、コメディ劇団、第95外区を結成、台本の制作も手掛けるなど、若くして、番組の看板芸人に登り詰めた。2003年、第95外区をコメディ映画、番組、舞台の制作会社へと再編して、より幅広い活躍を見せるようになった。KVN 視聴者が広がる。 CIS 諸国での巡業やコメディ映画の制作、上映などを手掛け、ウクライナの大手テレビ局1、1プラス1などに番組を提供した。2006年、イギリスのダンス番組、ストリクトリー・カムダンシングのウクライナ版で本格的なブレイクを果たし、ゼレンスキー出演会は最大瞬間視聴率87.57%という記録的な数字を達成している。2008年には、 ロシアのコメディ映画に出演。2012年、ジャンクロード・バンダムが友情出演したことで話題になったウクライナ映画、ルジェフスキー対ナポレオンでナポレオン役を演じている。順調にキャリアを重ねる。一方、不安定な状態が続く、ウクライナ社会への問題提起も行っていることで知られている。ゼレンスキーはオレンジ革命。 マイダン革命などの自由主義革命に肯定的で、ロシア軍の軍事介入後は知名度を持つロシア語圏での反発を恐れず、ウクライナ軍に多額の寄付を行って支援した。一方で、ウクライナ政府が推進するロシア語文化の弾圧には強く反対し、文化大臣の辞任を求めている。ロシア民族主義とウクライナ民族主義のどちらにも賛同しない中立派として行動し、 オリガルヒを筆頭に社会で蔓延する汚職や富の集中も強く批判している。これはこれまでゼレンスキーがウクライナ東部のロシア語圏で育ち2014年までは主にウクライナの他にロシアを舞台に活躍し数々の作品に出演してきたことが大きい。それらの数々の出演作品はロシア文化の排除という名目でウクライナでは ポロシェンコ政権によって放映や販売が禁止されている。国民の僕2015年、ウクライナの国営放送1プラス1で、ゼレンスキーが主演する政治風刺ドラマ、国民の僕が全24話で放映された。一回の歴史教師がふとしたことから、素人政治家として大統領に当選し、権謀術数が渦巻く政界と対決する姿を、 ユーモアを交えながら描いた同作はウクライナで大流行した。物語は選挙で授業を妨害された主人公が怒りに任せて政府批判を行う様子が隠し撮りした映像が投稿されインターネットでバズ化したことが導入部になっている。現実世界でも放送後にインターネット上でエピソードの無料公開が行われ。 YouTube に投稿された第1話の再生数は1200万に達している。第1シーズンでは主人公を取り込もうとするベテラン政治家の手から徐々に離れ、閣僚を刷新して政権を確立するまでの3ヶ月間を描いている。作品中で政治をゲームとして扱うオリガルヒ、オリガルヒの駒として動く、政治家、蔓延する、円故主義、浪費される税金、 放置されたインフラ、脱税に奔走する資産家など、ウクライナ社会の腐敗と現状に怒りを覚える国民を描き出している。また、歴史教師である主人公にリンカーン、チェゲバラ、ユリウス・カイサル、イヴァン・ライテーなどの人物が啓示を与える存在として登場する。2016年映画版として国民の僕第2部が放送され、 ウクライナ映画賞に主演団優勝でノミネートされている。2017年、テレビシリーズの第2シーズン全24話が放映された。IMF による支援を受けるほどに悪化した、ウクライナ経済を立て直すべく、汚職の一層を目指す姿が物語の中心になっている。2019年、 性的の仕掛けた冤罪で政権を追われた主人公が大統領に復帰するまでを描いた第三シーズンの放送が開始された。現実の政治へ国民の僕の流行によって国民の間ではドラマで描かれた主人公とゼレンスキーを重ね合わせ現実の大統領選挙への出馬を期待する動きが起きた。2018年、ゼレンスキーは期待に応えて 来年の大統領選出馬を声明した。2019年の大統領選には過去最大となる44名もの候補者が乱立しており、有力候補は、オリガルヒ出身のペトロ・ポロシェンコ現大統領と、ユーリア・ティモシェンコ元首相という現在のウクライナ政界の混沌を表した状態となった。そうした中、ゼレンスキーは、 第95外区のメンバーらとドラマのタイトルを冠した国民の僕を立ち上げ作品の続きをイメージした宣伝を開始した。選挙活動面では政治集会や討論会などは挑まず原作の展開と同じくインターネット上での呼びかけを集中的に行っている。主人公が作中で国民に呼びかける際に口にする親愛なるウクライナ国民へも多用されている。 ゼレンスキーの政治運動は全体として公正で自由主義的な社会を目指すことにあると言える。内政面では何よりもまず、反汚職を掲げ、税金の浪費を止めることを公約している。具体的には、議員の面積と権廃止、選挙制度や裁判制度の改革、国民投票による直接民主主義の導入などを掲げている。 経済政策でも企業の脱税や賄賂を取り締まり社会正義を回復させることが経済成長や国外からの投資につながると主張している税制面ではフラットタックスの導入を検討している軍に関しては給与体系を NATO に準じた金額に改定する意向を示している外交面では東部分離主義勢力との戦闘について 軍事力での解決は非現実的であり、国内を疲弊させているとしている。すでに占領されたクリミア問題については、現実的に考えれば、ロシア側での政権交代などを待つしかないとしている。こうした観点から、分離主義勢力を支援するロシア連邦と協議し、戦争を終結させたいとしている。同時に、欧州を席巻する、ポピュリズム運動が選択する、 欧州会議主義の立場には立たず、マイダン革命以降の親欧米派として、EU や NATO との交流を深める、親欧米外交を施行している。オリガルヒの戦王に関しては、自身が出演する、テレビ局を保有するオリガルヒのイーホル・コロモイスキーとの関係を BBC に問われた際、自分は誰かの区別ではないとした上で、あなたは4000万名のウクライナ人がすべて信念が、 ないと言いたいのですかと答えている。細かい政策論争を挑まず、理念的な行動を取ることに、批判の声もあるが、腐敗と閉塞した状況が続く、ウクライナ社会に強い不満を持つ、青年層や労働者層を中心に、絶大な支持を集めている。大統領選、ウクライナ大統領選挙の決選投票の勢力図、緑がゼレンスキー勝利地域、赤が ポロシェンコ勝利地域東部と南部で、得票率が高い2018年の年末に、行われた調査ではティモシェンコに次ぐ、第2位候補として9%の支持を獲得して、現職のポロシェンコを上回った。選挙戦本番でポロシェンコが巻き返しを図ったが、それを上回る勢いで草の根での支持が広がって、最有力候補に躍り出た。2019年4月1日、第一回投票で、 ポロシェンコ、ティモシェンコの両名を大きく引き離して、ゼレンスキーが30.4%の得票を得た。単独過半数には届かなかったことから、決戦投票で2位のポロシェンコと争う形となる。決戦投票では、国民の僕第三部と題して、支持者に投票を呼びかけるキャンペーンを行っている。決戦投票を前にしてもゼレンスキー支持の勢いは、とどまらず、むしろ勢いを増して、 火を追うごとに現職のポロシェンコとの差をつけ、世論調査での支持率は50%以上に達すると見られている。4月16日、焦りを深めるポロシェンコが、ゼレンスキーが拒否してきた討論会を挑むと、スタジオや会議場ではなく、工業用のスタジアムでの開催という挑発的な条件を突きつけている。4月20日、投票日前日に、スタジアムでの討論会が行われた。 ゼレンスキーは政治経験の不足を批判するポロシェンコの政治経歴を失敗と切り捨て、ポロシェンコが愛国心をアピールすると紛争で戦死した兵士たちに祈りを捧げる仕草を見せた。堅実な政策論で支持を取り戻そうとするポロシェンコを得意のパフォーマンス合戦や口論に持ち込むことで終始、本動し、ペースを握り続けた。4月21日、 出口調査の段階でゼレンスキーが決戦投票で70%以上を得票し圧倒的な大差をつけて大統領に選出されることが確実となり現職ポロシェンコが敗北を宣言したガリツヤ地方の中心であるリビウ州のみでポロシェンコ市に敗北した以外のすべての州で勝利特にロシア語圏である東部や南部では得票率が8割を超える 圧倒的な勝利であったことは、特に、ポロシェンコ政権によって、国民の間で利用率の高かった、ロシアの SNS の禁止、映画やドラマ等のロシア文化の排除や、両国間の直行便の就航の停止等の政策が行われる中、双方に、親族も多くいる党関係の深い隣国ロシアとの、関係の正常化に対する期待の大きさを伺わせる。2020年、 オレクシー・ホンチャルク首相がゼレンスキーを批判したとされる音声データが拡散し波紋を呼ぶ事態となり、ホンチャルク自身は絶造されたデータと反発したものの、1月17日にゼレンスキーに辞表を提出した。しかしゼレンスキーは辞表を受理せず移住し、ホンチャルクは続投することとなった。アメリカとの関係ロシアの軍事的脅威にさらされる中、アメリカ合衆国からの軍事支援を仰いでいる。 この背景の中、2019年7月25日に、ドナルド・トランプ大統領との間で、電話会談が行われたが、後にアメリカ側で、トランプがウクライナに圧力をかけたとして、政治問題化する余波も見られた。トランプと交代したジョー・バイデン大統領は、国境で軍隊を集結させているロシアの侵略行為に対するウクライナへの支援を、ゼレンスキーとの会談で確約した。 日本との関係2019年10月21日に、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い、翌22日の即位礼正殿の儀に参列した。中国との関係2021年3月、中国企業に買収されていた航空エンジン大手の、元ー一社を、戦略的重要性などを理由に再国有化した。 ロシアとの関係2019年12月9日、フランスとドイツの仲介により、プーチン大統領と会談。クリミア危機、ウクライナ東部紛争の停戦を内容とする共同声明を出した。イナウグラジオン・オブ・ウクライナ、エス・プレジデント・エレクト・ゼレンスキー、セット・フォーメイ20 2019年5月17日、閲覧。コメディ俳優のゼレンスキー氏、ウクライナ大統領に就任。 www.afpbb.com2019 年5月20日閲覧。危機のウクライナ、救世主は、お笑い芸人大統領有力、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2019年4月4日閲覧。ウクライナ大統領就任式への演算総理特使、発見。外務省。2019年6月2日閲覧。 ウクライナ新大統領、ゼレンスキー氏就任内政と、対ロシアで課題多く。毎日新聞。2019年6月2日閲覧。タレント候補、周囲階層ウクライナ大統領選明日投票。東京新聞東京ウェブ。2019年4月4日、閲覧。イタリア、ウクライナ、グアテマラ。お笑い芸人が政治を支配する日。ニュースウィーク日本版。 2019年4月4日閲覧。コメディ俳優が大統領にウクライナでゼレンスキー氏が勝利。BBC2019 年4月22日閲覧。ABC ショートバイを、リーがハットイータマールアイクナー。11種コメディアン風プレイズユークレイニアンプレジデントオン TV ランズフォーザジョブアーティクルバイワイネットヌズ8ジャニュアリー2019 チレンスキー・コールド・ヤニコービッチヒストリーワスクド・ヒムツーリー・ブアット・テレビジョンサービス・オブ・ニュースチャンネル1プラス1ニマーチ2014アーチャー・バーバハウ・ユークレーニアン・ジューズ・アル・ドゥイング・アーティクル・フロムコリスパンデント26 4ジュライ2014 11シコミック・フー・プレイズウクライナ・プレジデントオン・ティ・ビー・リーズ・ウクライナ・エス・プレジデンシャル・レイス ザ・タイムズ・オブ・イスラエル・ハット・オラジミール・ジレンスキートールド・アバウト・ヒズリレーションシップ・ウィズ・ヒズ・ペアレンツ・バイ・テレビジョンサービス・オブ・ニュースチャンネル1プラス1 28セプテンバー2017ハットジレンスキー・オラクサンドラ・サメノビッチアット・ザ・アクリビリーインスティチュート・オブ・エコノミックス・オフィシャル・ウェブサイトハットバロデマー・ジレンスキーインタビューバイドミトリー・コードンアット・ザ・オフィシャル・ウェブサイト十六 ディセンバー2018ジューシ師コメディアン風プレイズユークレーニアンプレジデントオン TV ランズフォーザジョブワイネットヌズ2019年4月4日閲覧ウクライナ大統領選コメディ俳優が第121日に決戦投票へ https://www.bbc.com スラッシュジャパニーズスラッシュ477697022019年4月4日閲覧。abc ウラジミールゼレンスキー the o ザオフィシャルクバルタル95ウェブサイトハット abc ジレンスキーアングンスヒズティシジョンツーゴーツーザプレジデンシー ウニアンハットアクタージレンスキークリティサイズドザスペ、ビコーズオブザバンオンザシリーズマッチメーカーズ、RIA ノーボスチェースシーウイルチェックウェザー、ジレンスキーフィアナンストザユークレーニアンアーミー、コムゼモルスカイアプロベドハット、ジレンスキーインテンデットツーデマンドザレシグネション、オブザミニストリーオブカルチャー、SEVAS.com、ハットローヤージレンスキーハズレジスタード、 エ new p o l i t i c a ー party servant of t ウニアンハットザバウンダリーオブ。エイジョーク。アズ・ジレンスキープリペアーズフォーザエレクション。ユクレインスカプロベダ。パーティーオブデサイシブチェンジチェンジドイツネームツー。サーバントオブザピープル。LB ウア。ジレンスキーネームズファイティングコラプション。レイジングインベストメントアズプライオリティーズ。キエフポストハット。バーシドスキー。レオニード。ディスコメディースターウォンツツービー。 ウクライナエスドナルドトランプ。ブルームバーグ HTTPS www. ブルームバーグ .com オピニオンアーティクルズ二千十九年一月十日バロデマジレンスキーコメディスターウクライナエスドナルドトランプワナビー二千十九年三月二十八日閲覧カーマンオユーラスコメディアンフープレイズウクライナエスプレジデントン TV リーズリアルレース ABC ニュース、HTTPS、アブクニズ、ゴードットコム、インターナショナル、ワイアスタウリ、コメディアン、プレイズ、ユクレインズ、プレジデント TV These Real、リーズリアルレース－マイナス六千九十万六千二百七。二千十九年三月二十八日、閲覧。ミニッチ、ルスラン、ハウ、ウクライナ、エスリーディング、コメディアン、プルドア、ヘッドイン、ポルズ。アトランティック・カウンシル。二千十九年四月二十二日。 閲覧。コメディアンフープレイズウクライナ、エスプレジデントオンティビリーズリアルレス、ザ、ローウェルサオハット AB、ジレンスキー、アバウトザオーインザドンバス、ゾウイアレレディーツーアグリーウィズザデビル、ユクレインスカプロベダハット、ジレンスキープランズツーアトラクトインベストメントイン、ウクライナスルー A、ラザンプションオブザジュディシャルシステム、ユクレインスカプロベダ、 ハットコンフォータブルトピックスフォーキャンディデッツハウゼー・アンダースタンド・リフォームズザ・ユークレーニアン・ウィーク・ハット・ゲニンアーロンアップカミング・エレクションス・アンド・ユークレーニアンウルトラ・ナショナリズムザ・カリフォルニア・レビュー2019年3月31日閲覧テンプレートラリオブル・ソースウクライナ大統領選第1位のコメディ俳優ゼレンスキー氏とは ?BBC ハット ウクライナ大統領選、タレント候補が現職引き離す。日本経済新聞電子版。2019年4月4日閲覧。ウクライナ大統領選、コメディアンが現職破り主位決戦投票へ。www.afpbb.com。2019年4月4日閲覧。ウクライナ大統領選、決戦投票へ、コメディアン候補は主位。 cnn.co.jp 2019年4月4日閲覧タレント候補大統領選を本領討論はスタジアムで朝日新聞デジタル2019年4月22日閲覧最初で最後の討論会避難の応酬にウクライナ大統領選朝日新聞デジタル2019年4月22日閲覧ウクライナ首相が辞任騒動 大統領批判の音声流出で、日本経済新聞、https、www. 日経 .com、アーティクル、ジャック・スムズ5455万6870、y a 1 1 0 c 2 0 0万、2020年1月19日、閲覧。米民主党、トランプ大統領への弾劾調査を、正式開始ウクライナとの関係めぐり、BBC、 2019年9月26日閲覧。アーカイブ、バイデン氏、ウクライナに、揺るぎない支援約束ロシアの軍備増強を受け。アフプブ、2021年4月9日閲覧。令和元年10月21日即礼正電の、既三列車との二国間会談等令和元年、総理の1日ニュース首相官邸ホームページ、ウクライナ、航空エンジン大手を国有化中国の買収阻止。 対米関係強化狙う。産経ニュース。2021年4月9日閲覧。ロシアとウクライナが首脳会談。ウクライナ東部の停戦で合意。CNN2019 年12月10日閲覧。ありがとうございます。